壊れる相手だな。しかもこいつランダムとかでポイント下げて。いやでも5000あったよ俺昨日見た感じ。死者誤入ですか。死者誤入なら4号になるじゃない。いやだから5000きた。5300。これ強そう。このポイント強そうだな。5600いける。でもやっぱ50違うだけでだいぶ印象変わりますね。確かに見たかったな。これもあ、シャドルか。あ、シャドルか分かんないですけど言い切りましたね。クンコはさ、配信でなんかシャドル募金みたいな募ってたけど、なんだったの集まったの。いや、ね、もうちょっとで集まりそうみたいな。あ、そうなんだ。で、勘なかったら自腹。勘なかったら、でも結局行くんじゃない。あ、そうなんだ。シャドルの勉強ですね。勝手に PV 作ったりするから。あやられた感じ。やられた。大丈夫、なんか勝手にメガネかけられてそれ光ってなかった。いやなんか写真のチョイスは相当おかしかった。あれでも写真かっこいいよな。悪意があるチョイスだった。これいやそれじゃないよ。相当悪意のあるチョイス。そこら辺日本人とさ外人とのその感性の違いあるよね。日本人3兄弟はかなり特殊だからな。でもセス結構いるでしょ。あ、セス多いですよ。だからセス対策はしていかないと。セス多い。ダシオさん、ダシオさんもいる。セスだらけじゃん。やばいっす。ゴンザレスもいるのか。100K。仙台ってちょっと強そうに見えるな。確かに5300っすよ。うん、強そうに見えるわ。ドン。中将棋なんか勝ったんじゃないか。うわー、バックステのタイミングを、バックステのタイミング間違えちゃった。そうね、うん、今読み勝ったね。でも駒投げスカスか、うん、昇竜スカスか2択だよね。まあそうね、うん、駒投げ、あ、昇竜をスカせるバックステは駒投げに引っかかっちゃ う。マジ。いや、そうだ。キャラによるんじゃない。まあ、キャラによると思うけど、だからその最初に伸びてくキャラとかは後期大丈夫だと思うけどな。それ俺全然意識してなかったわ。一応ちょっと調べてみよう後で。多分一応いけるフレームあると思うけど難しい。むずいんじゃないかな。この状態の説やばい。スーパーヤです。3フレですよ。はい、これで4600ですか。4600までいかないけど、600はいかないか。でどうします。4600以上。ちょっと待って、あと1試合とかある。これ